はい、どうも皆さんこんにちは、こんばんは。リンクスのタクです。なんかね、お正月過ぎてからがものすごく早くね感じるんですが、気のせいでしょうか。今日はですね、羽田空港近く、東京品川区大森駅の近くの方に来ていまして、ホテルねマイステイズ大森というところに来ております。全国各地にホテルマイステイズというねホテルがねあるんですけども、その一つです。羽田空港近くのねホテルって、まあ数えたらねキリがないぐらいあるんですけども、意外とね空港に隣接してるホテル、そういうホテルってねすぐ予約が埋まってしまったり、意外と客室が埋まってたりするなんてことがあるんですね。そんな時におすすめしたいホテルがこちらになります。とにかく空港にまで近くて、 JR の大森駅にね徒歩5分ぐらいなので、その大森駅からまあ有料にはなってしまうんですけど、バスに乗れば空港まで行くこともできるし、京急線っていうのが走ってるんですね。赤い電車なんですけど、それに乗っても羽田空港まで行くことができる。それがこのホテルの近くに京急線がありまして、大森海岸駅っていうのがあります。そこまでも約徒歩10分程度です。なので JR 線と京急線の間にね、ちょうど中間地点にあるのがこのホテルです。それプラス、ここから羽田空港までの無料シャトル送迎バスというものがあります。それで無料でね羽田空港まで行くことができるっていうのも一つポイントなんですね。このホテルはビジネスや旅行でも十分機能するコスパ抜群なホテルということでね、今日は紹介したいと思います。はい、じゃあね早速部屋をねざっくり見ていこうかなと思います。あれ、なんかひげ生えてきちゃったな夜が遅くてね今、じゃあね部屋の方見ていきます。はい、広いな。電気ケトルにコップが3つ、グラスが3つ。そう、今回はね1人での予約なんですが、3名宿泊もできるとのことです。結構大人数ファミリー向けのホテルになってるようで、ベッドの数や部屋の大きさもね各部屋かなりの広さとなってるようです。なのでね、この部屋もアメニティ3つずつついてました。ちょっともったいない気もしますね、今回1人なので。お茶とスプーンとね、これはコーヒーかな。で、この下が金庫かな、暗証番号のね、まあ、若干小さめかなとは思われますが、金庫備え付けてあります。その下に小さな冷蔵庫、お水はないのかなといった感じ足元にはスリッパが丁寧に3つ備え付けてありまして、これがね嫌だよっていうね方も結構いらっしゃいますよね。使い捨てのスリッパも備え付けてあります。スプレーがここに一つありますね。ハンガーも多めですね。これはねやはり空港の近くということもあって、大きなねスーツケースがここに置けるようになってるんだと思います。結構大きいですねこの辺は。大きな鏡がございます。これはバスルームかな。ここにはズボンプレッサー、最初からねズボンプレッサーあるのありがたいです。バスルーム見ていきましょう。よいしょ、眩しいぐらいにね、あの白い明かりが白っていうタオルとかがねありますよね。なるほど、ちょっとなんかグラスが変わってますね。アメニティを見てみましょう。これは何でしょう。歯ブラシと DHC ですね、ここは。なるほどなるほど。オリーブリーフエキスを配合した乳液状の洗顔料、いいですね。
ミドミルク、ね、あんまりこういうの使わないからね、わかんないんで、セラミド配合の乳液ね。なるほど。これはよいしょ、クレンジングオイル。なるほど。ヒゲ剃りにボディタオル、体をね洗うようなやつですね。そして綿棒と、まあこんな感じ。まあグラスとかね、スリッパ3人分なんですけどね、これは3人分じゃないんですね。うん、なるほど。そしてドライヤー、ここもパナソニックかな、どうかな。よいしょ。もうね、もはやパナソニックじゃないホテルの方が珍しいんですよ最近ね。いろいろ泊まっててね、絶対パナソニックですからこれ。せーの、よいしょ。ほら出た、パナソニック。EHNE18。 この方はまああんまり見ないかな。こちらもパナソニックでございました。この辺もついてますね。うん、素晴らしい。こうやって見るとね、かなり浴槽大きめです。結構ね、ここ築年数は経ってるのかなといった感じはしますね、この浴槽を見る感じがね。こちらボディーソープとシャンプー、足伸ばせそう、ギリ伸ばせるぐらいかな。僕がね、身長180ぐらいなので、女性の方は足伸ばせるかもしれない。ここ、これぐらいの広さがある。海&植物の恵みで叶える上質肌。お、トイレットペーパー予備はこんなところも。さすがにね、一泊でねこれを切らすっていうところだけど、エコへのご協力をお願いします。最後までご利用いただいております。ご理解とご協力をとのことですね。わかりました。結構ね、海外の方これ持ってかれる人とかいるんじゃないかな。最近ね、テレビとかでねやってますよね、なんかアメニティをね全て持ち帰ってしまうみたいな。あのボディーソープとかね、あのボトルごと持ってくとかね。いるらしいですね。なんかソファーと、あとここでもね寝れるようになってるのかな。寝る人がいなくてもソファーとしてね使えるような感じになってます。これいいですね。テーブルも置いてある。これね、ちょっと動画で伝わってるか微妙なんですけど、結構ね部屋のね奥行きがあるんですね。すごく広い気がします。ちょっとこの辺ね電気がついてないね。電気つけてみようかな。お、だいぶ明るくなったなね。広いでしょ、こうやって見ると。こうやって見るとだいぶ広く感じるんじゃないかな。テレビとデスクがあって、ていうか作業用のデスクにテレビがデレンと置いてあるから、ここでパソコンを広げるという感じではないのかな。パソコンを広げるならこっちかなっていう感じですね。ここでは作業できなさそう。もう真ん前にねテレビがあるんでね、しかもこのテレビがでかい。50どんぐらいだろうな、2型ぐらいかな。あります。そしてここにはコンセントがあるんですね。なんか面白いですね。ここから線を取ってパソコンできないね、これは。タバコを吸われる方は入り口付近に喫煙所がございました。ベッドも広い。2人から3人用なんですよね、部屋が。1人宿泊はかなりもったいない気もするが、まあでもね、広々と使えるからいいかな。これがルームウェアかな。肌触りはねコットン系かな、なんて言うんだろう、こう柔らかなね肌触りです。これいいね、抱き枕かな、これいい感じですね。なんかチンアナゴに見えてきたな。わりかし大きめです。あ、空気清浄機あった。1月なのでね、ちょうどねインフルエンザが流行ってるんですよね。結構ねホテルとかって危ないんですよ。前に宿泊した方がね、この部屋を利用された方とかが風邪とかインフルエンザ持ってると意外とね感染してしまったりとかね、結構危ないんですよね。ホテル早いうちにつけておこうと思います。ざっと部屋はこんな感じです。ホテルのね入り口正面、道路挟んだ正面に当たるところにコンビニ、ローソンがあるんですね。今あそこにね小さな袋が見えるでしょう。あれね、コンビニでさっき買ってきたんです。そう、コンビニがね目の前にあるっていうのもね一つ大きなポイントかなと思います。こう出張とかでね使われる方も多いのでね、軽くお酒とかねジュースとか
ベッドサイドは USB 端子からそのまま充電できるものと、あとコンセントですねがありました。これはなんかこの周辺、ああなるほど、これね僕分かりました、この写真、これね大森貝塚ですよ。さあ外はどんな感じに見えるかな。カーテンというか窓もね結構大きい。オフィスが土正面にあるね。ちょっとまずいかな、映しちゃうと。これがねホテルの裏側ですね。うん、道路挟んで道路と道路の間にこのホテルがある感じですね。これもしかしてここ開くのかな。壊しちゃうとな、大変だな。はあ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 、なるほど。これあれですね、予備用のね、ここでね寝る人がいる場合はこれ使ってねっていうことかもしれない。こんなところによいしょありましたと。エアコンね、ちょっと部屋暑いな。よいしょよいしょ。ということでいかがでしょうか。まあとにかく広いですね。そしてね料金が安かった。僕はねホテルサイトの一休っていうところでいつも予約をしてるんですけど、ヤフーカードっていうのをね作っておくと 13% オフで宿泊ができるんですね。なのでその 13% ポイント分をマイナスして宿泊することができるんですね。それでここ一泊僕一人で約6000円程度です。このホテルねもう前々からね料金をね見てたりするんですけど、結構ね価格の幅が広いホテルでもあるかななんて、個人的に思ったりしています。2万円3万円の時もあれば急にね安くなって6000円とかね、そんな日もある。多分ねライブコンサートとかが開催されるような日に重なると若干値段が上がっているような気もします。まあ、ちょっと気になってたんでね宿泊の方してみることにしました。そしてね、空港にもねちょっと用事があるので、無料シャトルバスがねこちらから運行されているということで、朝ねそのシャトルバスに乗って空港の方にもね移動したいななんていうことで、予約の方してみました。とにかく海外外国の方が多いですね。それもいろんな国の方々が宿泊なさってる、もうねまるでここは日本じゃないかのようなね感じを受けます。このホテルこんなにね海外の方多いホテルも珍しいんじゃないかってぐらいいますね。今さっきねコンビニにも行ってきたんですけど、コンビニのお客様ももう8割方ねこのホテルの宿泊者だと思うんですね。まあ夜ですけどみんな外国の方お客さん、そしてね店員さんも多国籍、いろんな言葉が飛び交っています。すごいなと、スタッフの方もね素晴らしいなと。至って普通のねローソンコンビニなんですけど、なんかね大変そうだななんてねちょっとレジでね買い物しながら思ったりなんかしました。でもねホテルの前がねコンビニがあるのはいいですね。助かります。今回の宿泊は朝食はついてないんです。でも朝食付きのプランもあるみたいで、1階がねレストラン会場になっているようです。とね、まあ朝早い移動だったりね、空港に行かなきゃいけないとか、ディズニーのね帰りに泊まろうとかね、そんな方には向いてるかななんて。他県からね東京に来て1日目にねディズニーランドで遊ん でちょっとまあディズニーからは離れるけど大森まで来てしまって、そこで一泊をして、そこから品川とかに移動してまた観光するなんていうことも可能かなと。あとはねここからね空港に行くっていうことも可能なので、そのあたりすごくアクセスが抜群なホテルかなと思います。ちょっとね長々とした動画になってしまったかなと思うんですが、まあ比較的ね空港の近くにしては安いんじゃないかなと、言った具合ですね。まあ東京ね本当オリンピックの影響もあって、今ねこの動画2020年1月なんですが、やっぱりね価格が高騰してます。昨年もねいろんなホテル泊まってきたんですけれども、もうね年明けから本当に予約するのも大変だったりして、観光地近くのホテルもね、僕もね泊まるのがね結構大変になってきてしまってます。このね今僕ソファーに座ってるんですけど、このソファーもベッドとして十分機能します。本当に足伸ばせますもん。3人泊まれますね。部屋が広いです。どの客室の部屋もねすごく広いようなんですね。やっぱりね家族連れでの利用もね、十分可能と。で先ほどのようにスーツケースがね置くところがあったり、これがねビジネスホテルだとやっぱりちょっと窮屈だったりねしますよね。やっぱりね東京にいるとね歩きますね。ついね先日までね実家の方にね帰省をしていたんですけどね、田舎にいるとやっぱり車がねメインになるんですよね、交通手段が。東京にいると車をね持たずにこう移動するんですよ、電車とかでね。なのでねちょっとね久々にね長距離歩いたら足腰が筋肉痛でございます。
本当にね、運動も大事ですね。最近ね、もう今1月でね、インフルエンザ流行ってるみたいなんで、皆様もね、お体の方を気をつけてください。健康第一で、またね、次回の動画お会いできたらなと思います。本日は最後までご視聴いただきましてありがとうございました。ぜひね、よかったらチャンネル登録と、動画概要欄の方にもね、こちらのホテルの公式ホームページと、あと Twitter とかもね、載せておきます。よかったらチェックしてみてください。バイバイ。